Peggy 16.15っていうのが出てきたときの、やっぱりこの欧米でのオーディエンスの大きさっていうのを我々ちょっと目の当たりにしたときに、まあ、ふとその昔のいわゆるファイナルファンタジーのプレイステーションの初代からですね、の鉄拳のあの時代のことを少し思い出して、これ今交わるっていうのは逆にとてもまあ、あの刺激的だし、まずみんなが予想を逆にしないことだし、これによってこの我々の鉄拳のフランチャイズっていうのはまたものすごいいい意味でこう、まあ、スポットライトを浴びてリフレッシュされるんじゃないかっていう思いがすごい強かった。でその時に、まあ、15とあとキングスグレイブの映像を見た時 の、 あのキャラクターたちの魅力、まあ、非常に本当一人一人のキャラクターが魅力的に描かれていたの で、 でこれを、まあ、あのファンタジーの RPG の世界だけにとどめるのでなくて、もし我々の方でもう少しこうミクロな視点でですね戦うっていうことを実現できたら、これは、逆にまあみんなも驚くだけじゃなくて、もうそれができるのは我々だけだろうという自信があったので、ちょっとそれを実現しようってなった時に、たまたまこう田畑さんと僕はですね、いつかな、去年かなのどこかでそのちょっと対談が、うん、企画があって、そこでいろいろ話をお伺いすることができて、だから僕の興味は最初は FF15 そのものよりかどちらかというと田畑さんであり、スクエニアイエニックスのその今15に対してのこうどういうアプローチを作ってるのかっていうところをちょっとインタビューしに行ったんですけど、まあ、その時の関係があったので、まあこういろんなものが重なって今だっていうのでちょっとお声掛けをさせてもらったっていうのが、きっかけですね。